こんにちは。今日は2020年の、10月の13日だと思います。 JR 大阪駅梅田です。今日はですね、また泊まるホテルはこちらでございます。 GoTo キャンペーン東京も使えるようになったつんで、ザ・リッツカールトン大阪、ここに泊まってみようと思います。今までね、泊まってみようかなと思ったことあったんですけど、めっちゃ高いからね、なかなかあんま、まあいいか、また今度でいいかと思ってたんですけども、今しかないと思ってですね、それで予約しているわけでございます。まあ、しかも素晴らしいのは、高級ホテルって基本的にやっぱ2人利用前提の部屋で作ったんですよね。で、1人で利用することができても、まあ1人部屋ってのはあるのかもしれないけど、やっぱ2人部屋ほど豪華な作りではなかったりするし、それからまあ1人で2人分払えば利用できるみたいな感じなんですけど、基本1部屋単位での支払いになるんで、1人で泊まるともったいないわけですが、今日はね、スタッフと出張ということで、ちょうど2人なんで、じゃあなおさら都合いいじゃないかということで、2人利用。でこれね、1人利用でも2人利用でも料金が変わらないというのはどういうことかと言いますと、もうこれはね、2人で利用した方が安くなるんですね。今 GoTo キャンペーンでは1人当たり割引というか、その金額補助の上限が2万円ということになってますから、でそうすると1人で利用した場合は同じ金額、まあ、1部屋12万に対して2万円の補助しか受けられないのに対し、2人で利用した場合は1部屋12万に対して4万円の補助を受けることができますので、今回はまさにですね、利用する絶好のチャンスということでございます。どの建物か分かんないですけど、多分このギザギザのノコギリみたいな形してるこの建物なんじゃないかな。どうもそうらしいですね。不思議な構造だ。これは下にホテルがあって、その上にオフィスがあって、その上にまたホテルがある。多分ホテルって言ってもこれは客室とかじゃなくて、他にもいろいろホテルやね、レストランとかそういうのがありますから、そういうものがここに入ってんでしょう。はいはい、着きましたよ。これだったわ、これだわ。お城みたいな外観ですけど、なんかもともとヨーロッパの貴族とかそういうのを相手に確か商売してたらしいですね。19世紀のギリギリ終わりぐらいのところで始まったホテルだそうでございます。ああ、豪華な入り口だ。へえ。その当時の雰囲気をそのまんまやってる、そういうイメージのホテルだそうですよ。扉入ると、美術館だよなこれ。どこがフロントなのか全然分かんなくて、それでちょっとさまよい歩いてるんですけど、でもまあそれもつまんなくはないわ。宮殿の中にずっといるみたいな感じですから。こういう感じですよ。しかもなんか嘘っぽくないのがいいね。別にこうやって見ててもなんかそれっぽい装飾をしたんだなーみたいなんじゃなくて、昔からここにこういうものがあったような感じがしますから。古風なエレベーターありました。まあ古風って言っても中はちゃんとしてると思うんですけど、階段もこういう感じか、あんまみんなが使わないところまでしっかりやってるようですが、わざとなんかこれもちょっとくすませてんのかな。おお、あ、いいじゃん。日本語書いてないんですけど、グランドボールルーム、ガーデンルーム、ウェディングなんたら、これかな。なんかね、降りたら会社の役員みたいな人がいっぱい集まってですね、なんか関西役会みたいな感じのことをやって、これ行っていいのかな、なんでこんな迷っちゃってるの、これいいのかな。ちょっとどんどん行ってみるか。この下が1階ですからね、別に入っちゃいけないとこじゃないと思うんですよね。僕がね、完全に入り口から間違えたんだと思うんですけど、なんか感じの違うところに来たなと思って、そのまま降りてたら、なんとこれですよ。立ち入らないでください。非常階段に来ちゃったみたいです。まあ戻りましょうね。そんで25階のね、自分の客室のあるところまで来ました。まあね、本当は3時からチェックインなんですけど、今日は部屋の準備が早くできたかということで、早く通していただいたんですけど、すごいですよ。やっぱこんなにすごいところだとは知らなかった。まあ、まだちょっと早い時間ですから他の方もいないんで、今のうちに撮っちゃうってことなんですけど、はいはいはい。あ、まずこれを見てもらいたいんですけど、これびっくりしました。こういう風な立派な壁のあって、なんか上にもこう竹とかが巡らしてあってですね、ここから先だけなんかジャパニーズエリアになってるわけですね。こうやって開けて入るのね。はい、どうぞどうぞ。で、続いて、まあ今度はあれですよね。あれが
僕の部屋ということになるわけですが、この大阪の、リッツカールトンでは2つこの和室ジャパニーズスイートがあるそうとして、こことそれからお隣の、2520号室のこの2つだそうです。ところが部屋の構造は全部一緒だと思うんですけど、まあ、こういうふうな扉になってるわけですが、もちろん開きませんので、まあ、カーキを使って開けるんですね。部屋の内装もちらりと見えたかもしれませんが、ちょっといや、もう自分の部屋の中だからマスクは取りますけども、それでですね、閉めるじゃないですか。ホテルというのは通常オートロックなわけですよ。でこれ閉めて今カチャーって音がしましたけど、閉めるとちゃんとオートロックで開かなくなるわけです。これこういう風な、どんな仕組みでやってるのか知らないんですけど、多分どっかこの辺にあるんでしょうね。で、最初のさっきのこの部屋に入った後出るときに、これどうしたらいいのかなと分かんなくて、こうやったりとかね、ここガチャガチャやってるかしてたんですけどね、これですよ。これボタンがあって、このボタンを、これね、ピッと、押すんで、押したら何か起こったかな、何も分かんないんですけど、こう開くわけですよ。で、これまたね、こうやって開かなくなる。すごいですよね。なるほど、ここがこういう風にオートロックになるのか。で、ちゃんと普通のホテルと同じように、こういうガラ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 のやつですけども、こういうチェーンなどもついております。で、じゃあそしたらですね。さあ。はい、それじゃあこれがですね、立派なこの実際の客室。今もちょっと映ってたと思うんですけど、すごいですよ。まあ、まず、これが、リビングルームですね。リビングルームっていうか、まあ普通にこう座るところなんですけども、スイートルームの定義では、リビングルームとそれからベッドルーム、少なくともこの2つが、別々に分かれていて存在しているというのが、それがあの正式なスイートルームなんだそうで、まあそれが半々になってたりすると、ジュニアスイートって言ったりするらしいんですが、まあともかく、こんな立派な感じのところと、それからお隣にですね、もう一つ。これも8畳かな ?2、4、6、8畳ですね。8畳間、8畳間の2つでですね、こっちがベッドルームでございます。ベッドルームつっといて、ベッドはないわけですよ。和室なんですけど。なんでないのっていうと、これは布団で寝るからですが、布団がない。これは要するに夜の寝る時間になったらば、布団を敷きに来てくれるわけでございます。まあ旅館でよくやりますけれど、多分何泊もする人は、夜寝るときに布団を敷きに来てくれて、で、朝起きたらば布団は片付けてくれるのを毎回やってくれるってことなんじゃないですかね。この、大阪のリッツカルトンではですね、ターンダウンサービスというそうなんですけども、まあ、要するに旅館の布団敷きサービス、時間を私たちの方からお願いして何時に来てくださいということができるようになっておりまして、で、まあ、一応19時にやっていただけますかとお願いをしてやってもらえることになっております。それからまあこの襖ですよね。もう本当何から紹介していいのかわかんないですけど、金箔すごいね、大きな立派な襖だ。なんかしかもずっしり重いぞ。結構しっかりしないと。この壁の様子をこれをね、映していただければと思うんですけども、上のところはあれなんですね。なんでかは僕は分からないですけど、こう吹き抜けになってるみたい。まあ全然なってて、全く問題ないですけど、問題ないっていうか別にその悪いものじゃないんですけど、という感じでございます。で、それからですね、まあこの外の景色ですよ。これが素晴らしいね。これ見てください。これですよ。外のビル群、大阪の街並みのもう梅田の中心にあるわけですから、で、向こう淀川が流れてる、あっち大阪駅、福島の駅はあそことかね、大阪港、湾のところまで見えるわけですよ。関空とかも見えるのかな、淡路島とか明石海峡橋まで見えます。まあ後でね、またいろいろ景色についてはご案内したいと思いますけども、とか、まあこの書院作りですね。これは3段階が結構物がいいやつな可能性あります。おお、すごいな。結構複雑な形で、これちょっとお借りしますね。ビデオカメラね、今ちょっとね、借りちゃうんですけども、こういう風に上に、穴の開いているようなこういうのがありますんで、まあ、ちょっとね、不用意に触るとぶっ壊れたりする可能性もありますから、まあ、気をつけたいところです。という感じかな。じゃあ、まあ、とりあえずここの紹介終わりましたけど、まだね、まだいろいろご覧に入れるべきところがありますので、まあ、例えばこれですが、起こさないでくださいとここに書いてあるんですけども、これピッと押すと、今これ、あれか。あ、ついた。これで多分ね、外に起こさないでください、サインを出してくれるんですよ。で、要は中に入ってこないようにするみたいなことで、ホテルではね、いつもあるやつですけれど、こういう便利なやつ。それからこっちが、これがまたすごいですが、ですね、まあ風呂はいいや、あとで僕が自分でご覧に入れるのして、ちょっとこっち側に来ていただきたいんですけども、これですね。あれ?こっちか。冷蔵庫がなんかすごいらしい。僕はまだ見てないんですが。おー!
たっぷり入ってるね。確かに本当だ。ウコンの力とかプレモル、エビス、一番搾り、それからまあ良さげなワインとかですね、レッドブルまで入ってる。まあいろんな飲み物が入ってまして、外国人向けですからね、セブンナップなどもありますが、ともかくあのこういう勢ぞろいの冷蔵庫ですね。紅茶か、まあ後で入れてみますか。 TWG ですね、あのシンガポールで前飲みました、あのめっちゃ高い紅茶ブランドの茶葉が少なくとも4種類、まあ、他にもなんかいろいろありますね。じゃあとりあえず不用意に触らないことにしておきますが、それからあのこっちがお風呂でございますけども、お風呂もねさっき見たんですが、すごいです、びっくりした。あ、こんな感じのフロアがあるんだと思って、ここになんかこうシャワーもあるし、へえ広いなと思うじゃないですか。でここになんかいろいろあってね、で、あ、こういう感じね、とか、これあるんだ、とか思うんですけども、すごいなね。こっち、これでかくないですか？ちょっと拝見見ようと思うんですけど。なにこれ？まだ上を張ってないですけど。この大理石のお風呂ね。こんな大きいんですよ、これ。こう、もう大きさわかると思うんですけど、普通、風呂ってだって、こんな足思いっきり伸ばせないですか？思いっきり伸ばすのは無理ですよ。これ、普通に3人ぐらい入れる大きな風呂ですし、まあ実際もしかしたら一緒に入るってことを考えているのかな。でも、シャワーはよくしないから、これ一人用なんでしょうね。すごいですね。ここにガウンがあるんですが、これがあの4つ並んでおりますんで、多分これ4名まではあんまり利用するっていう前提で作ってるんでしょうね。これあるか。こういう風になってますけども、多分しばらくすると中が消えるんだろうな。今ライトをついてましたけど。ドレッサーもでかいし、一緒に2人で使っても十分広いんじゃないですか。まあそんな使い方はしないだろうと思いますが、この椅子も2人が座ってもまあなんとかギリギリいけるぐらいの広いものですしね。おお、なんだこれ、ちょっとなんか見ただけではなんかわからないぐらい大量、うお、まだあんのか、いろいろあるな。ヘチマスポンジ、懐かしい、なんか小学校で作りましたよ。あのヘチマってやつあるじゃないですか、あのなんかゴーヤみたいなやつね。あれね、天然の植物を乾かしてこうやってゴシゴシやると体が落ちるってやつが、後で触ってみましょうね。という感じでございます。あとは、まあ、多分最大4名で使うからってことなんでしょうけど、バスタオルもすごいいっぱいあるな。使い切れない。今別に使い切らなくていいんですけど、あとはね、もうなんかいろいろ言うべきことがあるような気がするんですが、これはなんだ、もう、ちょっと待ってください。だってここに大量にアメニティがあって、ね。まあ、4人分あるから、なお多いってことだなと思うんですけど、ここにまた大量にアメニティがあって、ボディーローションと、マウスウォッシュだ。これね、口が爽やかなので持って帰りましょうね。とですね、それから、なんかファーストクラスで、なんか高級飲み物でも飲むのかなみたいな感じの、一個触ってる、超丁寧に加工されてる歯磨き用コップがあるわけですが、まあ、口を置いとくか。とですね、それから、まだこっち行ったら、またずらっと並んでる、石鹸シャンプーのオンパレード。これすごいね。このアメニティ持って帰る権利あると思うんですけど、全部持って帰ったらそれだけでカバンが半分ぐらい埋まるんじゃないかというぐらいにね、大量にありますよ。これすごい。ちなみにこの、あれ、バーについては、これはもちろん別料金ということになるんだと思うんですけど、無料だとは書いてないしね、そうだと思うんですけど、これですね。お水。お水どこの水なんだろうな、これ。採水池がだいたい書いてあると思うんですが、あ、富士宮、静岡の水のようですけど、これもですね、4人分ありますんで、お水だけでも2リットルあるからね。続いてですね、この外の景色を皆さんにご覧に入れなければなりませんが、こっちよりこの向こうの方がいいかな。こんな立派な2人掛けの椅子まであるんですけど、これも旅館の定番コーナーって感じで、ああ、こんな和風のあんどんがあるんだ。まあいろいろね、紹介するものありますけど、まず一番はこれですよ。大阪駅。今日私が泊まった、ここだな。グランビア大阪。27階に泊まったんで、多分どっかこの辺に私の部屋があるんじゃないかと思うんですけど、さっきはあそこにいたんですが、こちらに移ってきてございます。大阪駅のずらーっとですね、中の方まで見えるこの立派なホーム。で、まあ、ただあのホームそのまま全部は見渡すことはできないんですが、ここはなんと窓がこっちまで全部続いておりますので、ここにもですね、大阪駅を出たあの線路などずらっと並んでいるのをやはり見ることができます。で、まあ、鉄道マニア的なところで言えばね、これですね、梅田貨物線も踏切が見えますんで、ここを通過する特急はるかとか、今はるかって走ってないんでしたっけ、黒潮は走ってますから、それが新大阪へ出入りするのを見ることもできるわけでございます。でさらに向こうにですね、これですね、今ちょうど電車が止まってますけれど、これは大阪の一つお隣の福島の駅だ。
福島のさらに先はさすがにビルがもう立派ですから、ちょっと見づらいかもしれませんが、でも野田の駅の周辺の高架線などもやっぱりここから見ることができて面白いですよね。電車いろいろ見られます。で、大阪港ありますが、これがあの大阪港の大観覧車とか海遊館とかがどっかこの辺にあるんじゃないかと思います。で、それからですね、ユニバーサルスタジオジャパンはどれだ、これは違うか、ちょっとごめんなさい、僕はあんま詳しくないんですけど、どっか多分あの辺にあるんじゃないかなと思うんですけどね。今また大型船の出入りなどがね、なされているの見えますよ。大阪南港とかももうちょっとあの裏の方行ったところにあるわけですが、それからあとは遠くの景色で言いますと、こっちかな、淡路島ですね。兵庫県までも楽々見渡せまして、そして世界最長の吊り橋の明石海峡大橋もちょうど真ん中になんかこの高層マンションみたいなのがありますから、まあ、真ん中であの、まあ、ちぎれてしまってはいますが、しかしこんなに立派に遠くにあるのですね、見ることができます。神戸の街並みまで見えますからね、これ神戸でしょ、すごいよな、こんな、あ、これが神戸だ、神戸市ですね、という感じ。景色も一流です。ちなみに私の泊まっているこの部屋は20何階ということですけど、もっともっとこのホテル高さがありますんで、もっと上の階層に行けばね、そこら辺の建物をもっとまたあの下の方に、高さが降りていきまして、遠くまで見渡すことができるようになるのかなと思います。それはちなみにですね、今あの確認しましたところ、このホテルは、27階だと思ってたんですけど、25階だそうですね。あの私が昨日泊まったホテルの階数が27階だったわ。あそこ電車も止まっておりますね。あれどこ行くんだろうな、奇襲時快速とかかな、奇襲時快速じゃなくて関空か、前こっちですから。で、人的サービスもとてもよく、まあ、私最初道に迷って変なところに行ってしまったわけですが、ちょうどそこにいた蝶ネクタイの係の方にね、すいません、あの道に迷ってしまったんですけどもと言ったらば、あ、フロントまでご案内いたしますと言ってですね、フロントまでずっと案内してもらいました。で、フロントで、まあ、ちょっとチェックイン待ってる時とかで、トイレ行きたいなと思ってですね、すいません、お手洗いはって言ったらば、トイレまで全部案内してもらいました。で、部屋までもですね、あの通常は、あのもうで、部屋まで全部案内するらしいんですけど、まあ、今はあのコロナ対策ということで、エレベーターまでだったんですが、基本的に、部屋までもですね、あの係の方が案内をしてくれると。で、あの私、最初、道に迷ってしまったのは、あのホテルの人にあの行き先とかあの全然聞かないで、適当にうろうろしてたからなんですけども、あのリッツカールトンではですね、あのこれ聞いたんですよ、ホテルの方に。あの視聴者の方のですね、あのスタッフの方があのおられて、それ聞いたんですが、あのすいません、あのこれはあのもしかして案内表示というのは意図的にあのされてないんですか、本当にね、館内に一切ここに何がありますっていう表示があの部屋番号ぐらいで、ね、ないんで、聞いたらばやっぱそういうことなんですよね。あのリッツカールトンではあのお客様を直接、その係の人が、ご案内すると、そしてコミュニケーションしながらの、接客というのがですね、売りだそうでございまして、それで、中で案内表示などはもはや必要ない。で、実際ね、それに足りるぐらいのスタッフの人はいっぱいいるらしいんですよね。だからリッツカールトンに行ったらば、あの積極的にそこにいる、ホテルのホテルマンの方、ホテルウーマンという言い方でいいのかな、わかんないですけど、ホテルのお仕事されている方に、こっちから声をかけて、どんどんいろんなところへ連れて行ってもらいましょうということでございます。それで、まあ、実際私もだからいろんな方に案内をしていただいたわけなんですけども、あのちょうどですね、まあ、さっきも言いましたけれども、あの視聴者の方のですね、ホテルのスタッフの方がおられて、で、私に要はいつも動画見ているということを知らせてくださったわけなんですが、その言い方がまたすごくてですね、あのいい意味ですよ、もちろん、あのなんですけど、あの、まあ、トイレどちらですかって言ったら、ご案内いたしますって、それであの連れて行っていただいたんですが、その時に、あのあ大阪もね、よく撮影でお越しになられますもんねってこうあの、スマートに言われてですね、あ、こういうのがいいんだなと思ってですね、聞いてました。だから要は、いつも動画見てますとか、スーツさんですねとか、そんなことは一言も言わないけれども、しかし、あのその意味が十分伝わるようなことを、ね、言ってくる、おーと思いながらね、あの聞いてたもんでございます。それからあとは、あのまあ、いろんなところでホテルに問い合わせの電話したり、予約部署に電話したり、案内してもらったりとか、チェックインとかで、もう本当、もうすでに10人以上 の, あのこのホテル関係の方とお話をしたんですけど、皆さんね、あのとんでもないことでございますとおっしゃるんですよ。 ありがとうございますって言うと、あ、とんでもないことでございますって、でもみんな言うんで、これ絶対ホテルの中でなんかその言い方を統一してるんだなと思って、それも伺ったんですよ。あのとんでもないことでございますという言い方にされているそうですが、それ理由あるんですかと伺ったんですね。あの実はよくとんでもございませんとか、それから、とんでもないですっていう
言い方がなんかそんなとんでもございませんとか、ね、よく言うと思うんですけど、そのとんでもございませんっていうのは実はなんか文法的には誤りらしいんですね。僕も知らなかったですけど、よくとんでもございませんとか言ってましたけど、で、まあ、そのためとんでもないことでございますという文法的に正しい表現でやってる。だから多分これだけじゃなくて、他にもいろんなところで文法的な正しさ、言葉遣いとかをすごく厳しくホテルの中で統一してやってるんでしょうね。まあ、ちなみにずっとね、さっきからいつ紹介しようかなとか、これすごいですね。めっちゃ高級なところに行った時だけに見るんですけど、大政奉還とかやりそうな、まあ大政奉還やった時にこれ肘ついて、すみません、ちょっと政権お返ししますわみたいな、そんなことやんないと思いますけど、でもなんか大政奉還とかやりそうな感じのね、この腕置きが、一人一つずつ置いてあります。あとね、まだ紹介しないものありました、すみません、これなんですけど、マスクがありまして、これもらっていいってことですよね。マスクと、これはなんだ、あ、客室内、ここは特に重点的に消毒していますって書いてある。やっぱそうですね、電話とか椅子とかね、そう、スイッチで触るところ、なるほどね、これ相当しっかりした紙だな。それからいろんな案内がありまして、スパとかプールもあるんだったかな、あまりいつも行かないですけど、 GoTo クーポンあるんで全部ここで使っちゃおうかなっていうような気にも今なってるところなんですが、それからレストラン営業時間のご案内、レストランがまたいっぱいあるぞ。イタリア料理、ロビーラウンジ、フランス料理、日本料理、中国料理と、バーと、それからさらにルームサービスがあると。相当いろいろあるわけですね。それから、これが、まあ、レストラン情報ですが、ピッツァ窯で1枚ずつ焼く、ナポリ風ピッツァ。ピザ窯があるんですね、大阪駅の目の前にね。こんなビルの中に。フランス料理は、ミシュランガイド京都大阪2022で一つ星として掲載うんぬん。日本料理、大阪の豊かな食文化をテーマに厳選素材にこだわり、寿司、炭火焼き、懐石、鉄板焼き、天ぷらの5つの料理を、これ5種類を一気に食べるってこと？いや違う、そういうことだね。多分5種類を出してるってことだろう。さすがにそんな寿司と天ぷらと懐石料理と、鉄板焼き一緒に食べるわけないですもんね。本当に気が利いてますね。こういうハンドジェル。ちょうどね、僕がこの間買ったやつ、今乾いちゃってて困ったんですよ。開けっぱなしにしちゃって、干からびちゃって、まあ、まずいなと思ってたんですけど、これもらえたから助かりましたよ。アルコールの除菌のやつなんかをね、もらいました。そして、さらにもらったものといえば、こちらですが、GoTo クーポンですけど、すごい、枚数ですよ。もう札束だからね、これもはや。やっぱ今回のテーマの一つが GoTo キャンペーンということで、まあそれで利用してるわけなんですけども、何枚あるか、これはですね、12枚いただきました。12枚で、ただ私昨日泊まったところでも、7枚いただきまして、今ですね、要は19枚1万9000円分あるわけです。これはなかなか使い切れないぞと思うんですが、しかし、そのうちの、7枚が今日中に、期限切れ、そして、12枚は明日には期限切れとなるわけです。でこれは隣接する都道府県で、大阪のほか京都、兵庫、奈良、和歌山にて使うことができまして、館内の利用などでも使えるんですが、ただホテルの宿泊代の支払いとして使うことはまあできませんので、それ制度上そうですよね。なので、これはですね、まあ、どっかで使うということになるわけですけども、まあすごいですよね。で、まあ、ホテルのレストランとか、なんかもう本当は今日これから大阪城でも行こうかなとか僕思ってたんですけど、こんな素晴らしいと思わなかった。もうスイートルーム結構帳になれてたからね。あ、またスイートルームかって感じだったんですけど、ちょっと、これはすごいから、リッツカールトンいろいろ堪能して帰ろうかなって今思ってるところです。はい。そして持ってきてもらいました。こちらでございます。すごい値段するんですよ。いくらだと思います？3品お願いしたんですけど、電子クーポン、あ、間違えた。GoTo クーポンですね。11枚使いました。これ1万1000円です。すごいですね。1万1006円で、6円は部屋付けということになりました。これはね、私の頼んだね、ハンバーガー。まあ、サンドイッチということなんですけど、まあ、ハンバーガーですね。それからこれです。ホタテ貝の、これ、マリネみたいなやつ。これめちゃくちゃすごいですよね。お水はね、ただでやっぱ持ってきてくれるんですよ。ありがたいことですね。それから、これ。これはね、パスタでございますが。これはあれですね。カルボナーラパスタですね。という感じです。で、じゃあ食べよう。まあ、なんかハンバーガーだけでもいいんじゃないかと思ったんですけど、こんなに立派な前菜があるって、なんかついつい頼んでしまったわけですが、キャビアとそれから乗ってるこれは何だろうな。このまま食べてみましょう。あ、ピスタチオだ。爽やかな味ですね。うまいね。キャビアだけ取って食べよう。
別々に食べた方が幸せになれるかもしれない。それからこのサンドイッチハンバーガーなんですけど、あ、ちなみにあの外国に行くと英語圏、アメリカでもイギリスでもそうだと思うんですけど、ハンバーガーのことをサンドイッチって言うんですよ。これ多分これを取って自分で乗せて食べるんだろうな、これ多分ね、そういうことだと思うんですよ。要はこれ嫌いなものを入れたくない人だってことなんじゃないですか。これで乗っけるのかな、多分そういう感じなんだと思うんですけど、またよいしょ。実はこれはね、なんか手づかみで食べなくてもいいらしいんですよ、ハンバーガーってね。僕よく知らないんですけど、こうやってこれで重ねた上で食べようと思いますが、こういうことでいいんだろう、多分。これいいですね、和室でナイフとフォークでハンバーガー食べるっていうのは最高だよな。これ外じゃこんなことありませんからね、こんな和風のところで。和風っていうのはちゃんと畳を張り替えてて、張り替えたばっかりの畳のね、いいいぐさの匂いがして、それが素晴らしいわ。あの作り物の和風じゃなくて、ちゃんと本当の、まあ、なんていうんですか、和風っぽくしときゃいいんだろうじゃなくて、本当の日本人でも和室を感じられる和室ですわ。うん、めっちゃ美味しいトマトだ。そしてごまの香りがすごい。匂いを YouTube で伝えられないのは残念なんですけど、見た目あんま、こんな言ったら悪いかもしれないけど、マクドナルドのハンバーガーとそんな違い感じないじゃないですか。やっぱ一つ3500円もするだけのことある。マクドナルドのハンバーガー35個買えますからね、これ。おお、肉がすごい分厚い。こんなちょっとフォークに刺さる分だけ食べたつもりですけど、口の中はこれいっぱいになりますね。また大体ね、これチップスとか他のやつがつくんですよね、こういうちゃんとしたやつになると。ハンバーガーつかるって言って、ハンバーガーこれ本体しか持ってこないってわけじゃないです。ごめんなさい、こんなこう崩れちゃいましたけど、まあ、そういうもんなんで。これが、またそこまで塩がね、強いってわけでもなくてね、付き合わせにぴったりのちゃんとしたポテトチップスなんですよ。スーパーデラックスビッグマックみたいな感じだな、これ。素晴らしいね。うん。この口にいっぱい入ってる感じは見てもらえば分かるんですけど、まだこんなにあるからね、すごいわ。ケチャップとかはあらかじめこういうやつに入れてくれるんですけど、まだトマトのペーストがちゃんと見えるケチャップですからね、元がトマトだったのによく分かる。トマトソースって書いてある、ケチャップとは書いてないわ。いや、書いてあるかもしれないですけど、どんな味がするのかな。うん、やっぱ美味しいですね、ちゃんとしたケチャップ。僕普段ね、あんまケチャップとか使わないんですけど、こうやって食べても美味しいわ。何かを下げて何かを上げる褒め方以外のやり方も知りたいところではありますが、そこら辺のケチャップとは違いますね。大きすぎますけど、うん、まあ、これね、あんま見た目は普通のハンバーガーと違わないんじゃないかなと思うんですけど、でもちゃんとしたものを使ってちゃんとした作り方すると全然違うんですね。このね、ステーキを刻んだような感じになってるんですよ、僕にはそう思える。だからこういうかけらでも食べたくなっちゃう。付け合わせでこんなサラダもついてきてるわけですけども、意外と味がね、あまり刺激とかあの強さがなくてね、スイスイいくらでも食べられそうな感じのいい親和性の高いドレッシングだ。夕飯食べた後、夕飯じゃない、昼だ、昼ご飯食べた後ゆっくりしてたんですけど、いい感じの時間になってきました。本当はもうちょっとね、夕日が水平線だかの淡路島のところだかへ沈んでいくのも見えたと思うんですけど、まあ、残念ながら今日はこのように曇っております。まあそれでもいい天気ってか、いい景色です、素晴らしいね。特にこの大阪駅のところなどね、いや、やっぱこれが一番だ。電車がガタガタ走ってる音もバッチリ聞こえますね。あ、ちなみになんかこれ電車の音がうるさいみたいな風にあの聞こえちゃうかもしれないですけど、今の言い方だとあのこの襖とか閉めればね、多分ほぼ聞こえこないんじゃないかな。結構これ閉めるだけでも変わりますからね。え、ほらこれなんか夜景鑑賞にはいい感じでしょう。お、
そしてあそこの踏切が鳴ってますよ。珍しいですね。これ将来は見ることのできなくなる光景です。梅田貨物線といって、まあ、昔あそこに貨物列車の駅があったんですけれど、僕が中学を卒業するときに駅としては廃止されまして、そしてそのうちあそこは地下化されるという計画があります。というか実際にもうされることは決まっているんですけども、それを、パンダクロショーだ。昨日も出ましたけどね、またパンダクロショーが通過してる。アドベンチャーワールドの宣伝のためにパンダの顔をまとった特急クロショー号がちょうどいいところで通過しましたね。もう一回見られるといいんですけど、残念ながらもうここからは見えるところはないかな。特にやっぱり新しい観光地大阪港周辺の夜景は素晴らしいですね。今が一番綺麗な時間帯なんじゃないでしょうか。お、なんか言ってる。大阪水上警察大阪水上警あ違う防犯協会大阪なるほど水上防犯協会。あ、またなんか言い出した。なんかキャラが来てるな今度。あんなことができるんですね。それをここから見られるというのもすごい。なんかすごい走り方をする自転車がいるな。縦横無尽という感じだ、まさに。こうやって空から見るの面白いですね。なんか来ましたよ、また。車が、あれが早く信号青になれよって待ってんだな。これで、眩しい夕日を見ながら、こんな障子の中で、椅子に座ってね。あっちから今、大阪駅から、電車が出てくよ、なんて。楽しい体験だ、これ。リッツ・カールトンさんはですね、非日常体験というのをとても大事にしてるんだそうでして、確かにこれはいい非日常体験ですよ。これサムネとかにしてもね面白いんですけど、ただ残念ながらってか、あいにく今回は和室が売りということになって、なんかこの和室のやつと一緒に一体的な写真とか撮れないかな。大阪駅前のすごい高い階層のタワマンに住んだみたいですよ、僕が写ってる。いいっすねこれ。そしてそれからお布団敷きの時間になりまして、まあこれは私がお願いした時間に来ていただいたわけですけども、これずいぶん立派な布団が来ましたよ。して、このアンドンもね、出していただいたんですけども、こんなに分厚くなるんですね。布団ベッドっていうだけのことはあるな。これなんだこれ。もう山になってるじゃないですか。外国の方ってやっぱ結構、布団は慣れないっていう人が多くてですね、ベッドが恋しくなったりするらしいんですけども、あ、なんかすごいこれ、うわーっと下に沈み込むのかなと思ったら、そうじゃなくて、普通になんか布団がちょっと高めに敷かれてるって感じですね。へえ、まあ床に寝てる感は普通にありますけど、でも普通より随分高いな。これの映像じゃ分かんないと思うんですけど、多分これで見ていただくと分かると思うんですけど、すごい高いんですよ普通よりは。へえ、なんかこれで高くする仕組みになってんだな。面白いですねこれ。ちなみに布団のサイズはこれどんぐらいかな。セミダブルシングルぐらいかな。その極端に大きいってことはないですよ布団自体は。まあこれ横にずらーっと並べれば多分床一面布団っていうことにもできると思うんですけど、やっぱほらこんな感じ高いですもんね。ちょっと足がこういう風にできるぐらいですから、これの方がワイワ折衷って感じで、和室なのにベッドが置いてあるっていうのもまあそれはそれでいいと思うんですけど、特に洋室って感じ、あ、和室って感じがしますから。それからね、バスルーム入ってよろしいですかって言われて、あ、どうぞどうぞって、まあ、バスルームに入っていただいたんですけど、バスルームに入っていただくのはいいんですけど、何をしていただくんですかと思う。布団敷きにバスルームを行ってもしょうがないんじゃないかと思ったんですけど、欠けたものをね、全部補充してくれたりとかするやつ聞いたんですよ。そしたら、まあ、さっき私1本飲んだんですけど、この水がまた4本に補充されてますし、まあ、他のところもね、別に何もしてないんですけど、多分使ったこういうバスタオルとかの補給、まあ、それから風呂を使った場合には、あ、何これ、こんなできるのこの風呂。
そうか、別に使ってないからね、このままなんですけど、多分簡単に掃除してくれたりとかするんでしょうね。やっぱなんか来るんだなと思って見てるんですけど、ついついあそこの踏切が鳴ると見てしまう。基本的になんか珍しい列車とか特急とかが来ますから。でもさっきからずっと鳴ってるんですけど、全然電車通過しなくて、かわいそうだな、あそこにいる人はね。あ、来た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 、あ、またパンダクロショウじゃないですか。帰ってきたんだ。へえ。面白いですね、こんな何回も見られちゃって。あ、いいな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 。それで、まあ、このようにあのウェンザーナイトハズカムって感じなんですけども、夕飯はどうするかと、まあ、このホテルの中のレストランで食べようかなと思ったんですが、しかしこんなにいい部屋があって、でこの部屋内が一番高いわけじゃないですか。まあ、レストランとか別にね、あのもっとここまでのクラスのスイートルームじゃなくて、もっとなんか普通のツインルームとかね、あのダブルルームとか泊まっても利用できるわけですから、やっぱこの部屋を最大限使うことしないと意味ないんじゃないかと思ってですね、私もあのここで座椅子に座って仕事などしてたんですけど、もう一発ね、ルームサービスにすることにしました。1日2回ルームサービスはすごい、はい、お世話になります。すいません、今から注文お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。まずですね、タリアテレボルチーニトスカーナサンペコリーノ、これ一つお願いします。はい、一つですね。はい、それからですね、ピザなんですけども、マルゲリータと、それからあのバジルの、一つずつお願いします。すいません、ただいまの40分ほどお時間いただいてもよろしいでしょうかって、あ、わかりました、大丈夫ですよって言ったらですね、なんか20分ぐらいで持ってきてくれたんですけど、はい、こちらでございます。これもですね、またこう並べていただくときにですね、もうなんかこう雰囲気に合わず、あの洋風のあの並びになってしまいまして、すいませんみたいな言われたんですよ。まあ、むしろね、あのここでこういう状況で他の人がいないところで座椅子に座ってね、ナイフとフォークで食事するような機会ないからね、むしろね、これがいいんですよ。こういう環境、もうこんな非日常のそのものじゃないですか。周りに人がいないからね。別に、まあ、これってやっぱり変な光景だと思うんですけど、この光景で、それで、好き勝手に、こう、ご飯食べるなんて、いいもんじゃないですか。で、これやった後は、フォロー入ってね、やと思うんですけども、マルゲリータピザですね。でかいですよね。これでね、1900円なんですけど、どう思います？ 1900 円っていうの。まあ、まあ、普通よりは多分高いと思いますよ。僕、イタリアで食べましたけど、12ユーロぐらいでしたね、ピザ1枚。いや、8ユーロ。でも、いや、やっぱそんな高くないですね、そこを考えると。この高級ホテルの出てくるルームサービスで、サービス料 15%、これにさらに今、加わるとはいえ、でも、ルームサービスで、この大きいピザで、これだね、僕、安いと思います、1900円。これはちょっとしましたけどね、3000円ぐらいしたと思うんですけど、美味しい、キノコみたいなのが乗ってる、パサでございますが、夜はイタリアン風で、別に何も言ってないんですけどね、このオリーブオイルとパンとね、それからね、このお水タラでくれるわけですよ。もう外国のレストラン行ったら水タラじゃないですからね。で、ここも水高いんですけど、800円だか1200円だかなんかするんですよ、お水頼むと。なんだけど、タダでつけてくれるんですよね、これね。氷も入ってこんな立派なやつね。これ、せこい話ですけど、これ氷入ってるじゃないですか。うまい。で、何をするかと言いますと、このリッツカールトン、静岡県富士宮市で取れました天然水をこれで2杯飲めるわけですね。あんまえへへへへへへみたいな笑い方するとちょっと気持ち悪いとか、なんかそのうち視聴者の方に言われちゃうかもしれないからな、まあ、ある程度品はよくいきたいと思うんですけども、これですね、いいじゃないですか。で、あ、ナイフとフォークで食べようかなと思ったんですけど、スプーンもあるんですよね。これどうやって食べたらいいのかな。スプーンと、やっぱまあこれは別に誰の目に触れるわけでもないんだから、イタリアじゃないんですよ、日本なんだから、日本人らしく食べましょうね。左手にスプーン、右手にでいいのかな。まあ、持ちやすい方法でいきましょうね。うん、いろんな香りのするパスタだ。うん、いろんな味がする。いろいろ手間が加わってる味がしますわ。うん、続いてって言うと、もう東海道新幹線乗りまくってん、続いて車内のご案内をいたします。それがもう頭の中で続いてって言っただけで浮かんでしまうんですけど、これですね。これでかくないですか。やっぱでかいですよね。食べちゃう。これも結構大きいけどな、食べ応えありそうだ。これこういう食べ方しちゃっていいですか。あんま行儀よくないか、人様に見せるんですからね。見せる人の食べ方ではない。うん、モッツァレラチーズのトマト風すき焼きを食ってるような感じだ。すき焼きピザですね、これは。うん、食べ応えあるね。これ背景が襖ってのがいいですよね。
素晴らしい。それからまあこのさっきね届いたオリーブオイルと、まあ、パンでございますけども、これまあパンはね僕に講釈食べられなくても、まあ、食べられ方はご存知の方が多いと思うんですが、こうやってこうちぎって食べるわけじゃないですか。ちぎってオリーブオイルにつけて食べる。イタリアではなんかここにこのまま直に置くらしいんですけど、ちょっとあれなんで、まあこうしておきますが、これでこのまま食べるんですよ。これがね美味しいんですよ。爽やか。これ頼んでないでしょ。一言も持ってこいなんて言ってない。いや、これなんかこれ苦情の言い方みたいになってるんですけど、全くお願いなんかしてないんですけど、まあ、持ってきていただいたわけですよ、サービスでね。そういうふうに食べたらね、美味しいの、幸せですね。そういうことは言いたいですね。もう何買って持ってきてんだよ、みたいな、そんなことじゃないですから。さて、じゃあそしたらですね、ご飯が食べ終わりました。あ、フロントに取りに来てもらわないといけない。フロントじゃん、あそこにね。ともかく、これで、さあ、お風呂でございます。これすごいな。まず、お風呂の線がでかい。結構大きいのがありますこれ。手のひらがね、こんな感じでもうほとんどいっぱいになるぐらい。で、ずっしり重いんですよ、これがまた。よし。しっかり。はまってんのかな？あ、もうぴったり、ぴったりはまるんですね。よし、はまりました。で、次に、これどっからお湯出るんだ？うおお湯の温度何度がいいですかって聞いたらね、44度がいい。44度ってそんな高い風呂入るの？勝手に43度にしよう。僕が後で入ればいいと思うんですけど、ちょっとあれだからな。お風呂のお湯の量も決められるんですね、これね。50リットル。ほほほ。あ、そういうことか。あ、びっくりした。はいはいはい。50、もう、これで、定量設定ができるんだな。じゃあいっぱいにさせてもらえますか。250リットル、今ねお湯が出る設定にしてましたよ。あ、まずい、どんどん近づいてくる。いやいや、足が濡れる。うっす、危ない危ない危ない。とりあえずこれで逃げ切りましたけど、一人で入る風呂の大きさでこれが最大だと思いますね。さて、それではですね、今夜の10時ぐらいなんですけども、一旦このここ共有部分のところですが、ちょっとねお出かけの用事があるんですよ。どこ行くと思います？実は諸事情で私淀屋橋に今から行かないといけないですね。これでいいんだな。ちなみに今回25階ですが、34階にですねクラブラウンジがありまして、まあ、前に横浜のベイシェラトンを紹介した時にクラブフロアについて、ね、説明したと思うんですけど、クラブルームに泊まるともっと高い部屋に泊まることが、高層な部屋に泊まることができる。で、必ずしも部屋が広いということではありませんが、ラウンジを利用することができたり、特別なチェックインの方式を利用することができたりということもあります。ちなみにホテルの正面玄関はなこういう感じのところでした。結構しっかりしてた。さっきのちょっとこじんまりしてんなと思いながら入ったんで、全然あそこが正面玄関ではなかったです。大変失礼しました。すごいな、夜でも彩り明るく本も読めそうだ。まあこっちが別に入り口裏ってわけでもないかな。こっちもこっちでやっぱちゃんとしたメインの入り口でしょ。雰囲気もとても素晴らしいし、こじんまりとしてはいるけれど、でもフロントにあそこが一番近かったですから、大阪駅にも一番近い。タクシーで行こうかなと思ったんですけど、やっぱ地下鉄で行こうと気分を変えたんですが、でも意外と駅までの歩きがありますからね。そのことを考えたら地下鉄の方が早かったかな。あ、タクシーの方が早かったかな。それまあそうか。
初はやっぱタクシーにすればよかったなと思ったんですけど、でも乗ると楽しいですね。地下鉄、大阪市営地下鉄はもうそのうち観光物件みたいになるんじゃないですか。そんな気がします。私が勝手に思ってるだけですが、どれだっけな、どっかあそこにねヨドバシカメラとかあったんですけど、まあこの辺はもう梅田なんですよ普通に。あったあった、あれヨドバシカメラ梅田のやつですね。まあ私の泊まったホテルとかあの辺にあるんですけど、自転車に乗って帰りましょう。さて東京から持ってまいりました我が愛車ですが、ここ淀屋橋にですね実は紆余曲折ありまして置いてございまして、これを今からね、今からか明日なんですけど、明日東京へ送り返すんです。さすがに帰りも来いで東京帰るわけいかないし、捨てるのももったいないし、小野田さんにあげようかなと思ったんですけど、小野田さんだっていきなりこんなもん持ってこられてね、あげるって言われてもお前いらないもの持ってくる押し付けてるだけだろうと失礼なんで、小野田さん別にこんなもん欲しかったら自分で買う金いくらでも持ってるはずですから、だからまあこれはね東京へちゃんと持って帰るわけですが、もう最終日のね京都からここまでであと 12% しか残っておりませんで、今日の夜のうちにこれを持って、リッツカルトンに行って、でバッテリーを部屋で充電するということをすれば、これまた明日もね大阪貨物ターミナルまでこれ持ってくるんですけど、貨物駅まで自転車で行って問題ないですから。東京から500キロ漕いでさあもう活躍を終えて東京へ明日送り返すという時になんか壊れちゃいましたよ。まあとりあえず持っときますけど、淀屋橋周辺も観光地としてだって結構面白いところなんじゃないかなと思いながらいつも歩いております。今日は自分の自転車ですけどね、もうあの人ファイトがあるな。客引きがいっぱいだ。おお、キラキラしてて綺麗だからこっちから帰りましょうね。いっぱい人がいるわ。賑わってるとはちょっと言い難いですけど、ね、どっちかっていうとお客さんの数が少なくて来てほしい人がたくさんいるって感じだな。さあそして順調に順調に帰ってきまして、今右手がリッツカールトンなんですよ多分。ああそうだ、でもよくよく考えたら自転車置く場所なんかあるわけないですよねどうしようこれ、こんなんで来ちゃいましたけど、一応ドアマンの人いるはずだから聞いてみるか、自転車どこに置いたらいいですかってね。これはここの売りはやっぱりコミュニケーションですから、こっちから聞きに行ったら教えてくれるでしょう。それで無事に部屋には帰ってきたんですが、あれ自転車普通に置けたんですよ。これびっくりした。多分置けないだろうな、近隣の駐輪場を案内されるパターンかなと思って普通に置けたんですよ。ロータリーみたいなところに自転車ウィーンって入ってって、それですぐ近くに、ね、いた方にお声掛けして、それで自転車を動かしていただくことできますかって聞いたらですね、盗難の保証とかできないんですけど場所だけだったらばってことで、近くの、ね、ところ のなんかこの従業員の方が自転車で通勤してる人がいるんで、そういうのをなんか止めてある隅っこスペースみたいなところに、ね、案内してもらってそこに止めさせてもらいました。でこれびっくりしたんですけど、こういうのが並んでるスペースあったじゃないですか、お茶とかが並んでる冷蔵庫の上のところに置いてあって、もうこれなんだろうなと思って開けたらね、こんなん入ってるんですよ。氷ですよ。全然冷蔵庫とか入ってるわけじゃないんですよ。こんなやつなのにめちゃめちゃ保温性能高いんですね。実際ここなんか触っても別になんかそんな冷たくないですもん。ちょっとは冷たいけど、冷たくないってことは熱の伝導率が悪いってことだから、要するに冷たいものを冷たいままで保つことができる。ちゃんとなんか角とかも取れてないから全然溶けてないみたいだな。すごくないですか、生きのいい氷だ。なんてこんなことできるの、よほど物がいいんでしょうね。まあ全く溶けてないみたい、なくはないみたいですけどね。よし、まあいいや、2個でいいや。だからこれで部屋のこれ入れれば氷水飲み放題。さっき補充してくれましたしね、ありがたいことに。氷水作るときは先に氷を入れて氷に水が当たるようにして入れると、どん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 氷が小さくなって楽しいし、冷える効率もいいですよ。待たなくてもすぐ冷えますからね。もう氷にこの中に入った瞬間には冷えてるから。よし、あ、美味しいね。さあそしてお風呂に入っておりますけども、本当に広いですね。入ってみるとそこに分かりますか、自分の部屋に大浴場がついているという感覚でね、全く問題ないです。
専用貸し切り大浴場という感じ。これですからね。実は僕は眠り込んでしまっておりまして、本当だったらまで、11時半とかに入るはずだったんですが、もう午前2時半になってしまっています。寝ちゃってるね、帰ると時計見たらね、2時半だったんですけど、まあ布団の上で寝ちゃったんで、別にそんな快適じゃない状態ではありませんでしたが、それでもう一回この張ったお湯とか戻ってきて、特に温度維持装置みたいなのないみたいなんですけど、ちゃんとね、まだまだあったかった。まあ厚めのお湯に最初してたんで、それは良かったんですけど、まだ普通に入れるほどだって、やっぱこれだけお湯の量が大きいとそういう風になるんですね。でも多いですね。寝巻きは上下別になっておりました。上下別って楽でいいんですよね、とっても。これだったらね、寝てる間でもはだけたりとかしませんので、朝起きただけも快適です。ちょっと寝るにあたって、部屋が巨大ですから、電気を消す場所もいっぱいあります。この部屋は、2時とか3時とかになると、さすがにもう暗くなってますね、外も。じゃあそういうことで改めて休ませていただきますが、明日の朝ごはんも楽しみですね。朝ごはんは、ね、会場で食べることになってますから、ルームサービスではないので、またどんなものか、楽しませていただきたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりまして、もう一度ですね、皆さんにここからの景色をご覧いただいているところです。電車走ってますね。今朝の8時ですから、ちょうど通勤ラッシュの時間で、まあ、それなりにお客さんの乗り降りしている様子なども見られるわけです。今日もご覧の通りの晴天ですが、しかし昨日ほどは天気は良くないようですね。こうやって見ると向こう、昨日見えてた明石海峡大橋や淡路島が今日はあまり見えないですから。じゃあ名残惜しいですけども、チェックアウトをします。しますが、その前にですね、最後に皆さんにご覧に入れるものがまだありました。こちらですね、浴衣。これ見に行っていただきましたかね。びっくりすることなんですけども、よくよく考えたらね、浴衣あってバスローブがあって、で僕が昨日の夜紹介したあの寝巻きもあって、なんか寝巻きの類3種類あるんですね。すごい、初めて見た。その3つあるのは。それからですね、昨日お休みの支度をしていただくときにね、これリッツカールトンチョコレートをね、いただきました。こんな、こういうやつ。多分あれなんでしょうね。寝る前にチョコレートを食べてリラックスして休んでください。多分そういうことなんだと思うんですよ。それを最初から置いてあるんじゃなくて、寝る前に持ってくるっていうのが、なんかその気が利いてるような気がする。よし。それじゃあチェックアウトもしまして、出発というわけでございます。あのね、すごいやっぱスーパーカーみたいなのがどんどん、これみんなそういうのに乗ってきてるんですね、遠くからね。まあ、これは私のスーパーカーでございますが、これ最後に今から塚本の方に淀川を渡っていきますが、まあ、それで、この自転車の役目も大体終わりです。じゃあどうもありがとうございました。